東京秋葉原のパソコン修理屋さん、オレンジセキュアサービス株式会社の斉藤のおっちゃんに質問してみるっていう企画です。この動画は GoTo トラベルということで、福島県の会津若松市で文化に触れて、たくさん食べて、温泉に入って撮影してきました。こんにちは。こんにちは。システムの復元でデメリットがあるかどうかということで、はい、まあ今日も問い合わせがあったんですけど、はい、例えばその Wi-Fi の調子が悪くなって、いやどうしよう、じゃあシステムの復元やってみようかなでやったら、はい、まあ、それまでパソコン普通に立ち上がってたのが立ち上がらなくなっちゃいましたみたいな。まずデメリットとしては、はい、起動するパソコンで何か不具合があってシステムの復元をかけてしまうと、まあパソコンが矛盾してますね。私だったからシステム復元とりあえずやってみようってなって、やったら、そう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 。ただ起動するパソコンのメンテナンスはあの MS コンフィグから、はい、例えばイベントビューワーだったり、はい、その履歴を見て何がおかしくなったとか、ちょっと Wi-Fi がおかしいとかだと、はい、まあ、デバイスマネージャーで一回アンインストールか、はい、無効にしたりとか。そうですね、まあ、システムの復元というよりは、もうここって決まってるので、そう、それをする前に前段階で、そう前段階で、ここなのでここをやっとくみたいな感じで、Wi-Fi なのでそのデバイスマネージャーで Wi-Fi をオフにする、あの無効にしたりとかインストールするみたいな。メーカーサポートページからドライバーダウンロードして再生する。そう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 。システムの復元でデメリットっていうと、はい、まあ、ハードディスクが壊れちゃってる場合に起動がものすごい遅いからシステムの復元で直してみようとか、そう逆にそのそう遅いのがハードディスクの故障で、まあ傷口をさらに広げちゃうみたいな。そうありますね。なのでその最初から何かその修理に出そうとか、そういうもし、まあ、なんて言うんでしょう、その、どうしてもなんかデータなくしたくないとか、何かもう重要っていう場合は、はい、まあ、ちょっとシステムの復元かける前に、いろいろ修理屋さんに見積もりだったり、どういう修理になるのかとか、聞いていただいた方が、もちろん、自分でやってダメになって、もし壊しちゃったとしてダメですって言われたらそれはそれで構いませんって言うんだったらそれで全然いいと思いますし、ちょっと会社で使ってるパソコンでもうどうしてもそのこのデータを取り出さないと仕事が間に合わないとかで、そういう壊しちゃうとまずいとかっていう環境であれば、まあデメリットを考えますと、まあパソコンの修理屋さんに一回相談していただいた方がいいのかなっていうところですかね。はい、まあ、今回はシステムの復元の、はい、まあ、デメリットがあるかどうかにお答えさせていただきました。はい、じゃあまた。またオレンジセキュアサービスの YouTube チャンネルではパソコン起動トラブルの大事典を目指していろいろなトラブルシューティングをアップしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。